ではどうぞ失礼します今宵志願者の椅子に座るのは一人の高校生志望校進学のための資金を獲得するべく虎へと挑む受験生版タイガーファンディングが幕を開ける 先生版タイガーファンディンィグ夢に踏み出せではまずお名前をどうぞ奥田慶一郎です兵庫県から来ました17歳ですよろしくお願いします次にあなたの希望する投資形態は投資でお願いしますではあなたのファンディング希望額は78万円でお願いしますあなたが思い描く未来の姿は2021年度に東京大学文化三類に合格し国会議員になり 後に文部科学省大臣になって日本の教育制度を一新し多くの学生たちを助けたいではオールアナシン新しい未来をつかみ取れキャッチダウンドあなたの簡単な経歴とプランを教えてください小中とずっとサッカーしてきて中学校の時は偏差値43の私立中学校にいたんですけどまあ今は 教育業界にすごい関心を持ってて、できるだけ多くの学生を救いたいなと思って、そういう時に、東京大学に合格して、文部科学省にあ、文部科学省大臣になれば、できるだけ多くの学生を救えるのではないかと思って、今回、えこの企画に応募させていただきました。中学校は、え私立の偏差値43の中高一貫校に通ってて、えまあ、え高校からは勉強で頑張って、 偏差値75まで上げて、今、東京大学を目指して頑張っています。78万円はどのように使われるんですか東京で暮らす時の1年分の家賃が、大体相場を調べてみたところ、月6万5千円ほどだったんで、6万5千円1年分で78万円で、その他にかかる生活費とかは、自分でアルバイトとかで稼いで、まあ、なんとかやっていけたらなと思っています。それは入学後の生活資金ですかあ入学後の 家賃は、家賃をお支払いしていただきたいと、実は、なんか、親が、まあ、この今年の夏休みに、まあ、母親が、とある国立の病院で、まあ、入院していて、で、手術して、治していただいたんですけど、まあ、僕が私立の中高一貫校に通ってるっていうこともそうですし、その、東京の大学に行くってなったら、また、生活費とかで、さらにお金がかかってしまう。 で、まあそのために、まあ今も週5日入院して治ったばっかりなのに毎日働いてくれてるから、ちょっとでも安心してほしいなと思って、78万円っていう額にさせていただきました。1>, 1年分だけでいいんですかあ、はい。それ以降は自分で何とかやっていけたら。東京大学に今受かりそうなんですかあ、えっと、それ今日ちょっと居成績を持ってきてさせていただいていて、 ま、ちょっとお渡しさせていただけたらちょっとすみません一部,一部しかないです、ね、あ一部ちょっとすみません,ません一部ちょっと見たら回してくださいすみません模試の結果ですかあそうですね高一の時から全部集めたやつを持ってきててもう受かる自信はあるってことなんですかあそうですね自分としては受かる気でいるうんえどういうふうに普段勉強してるんですか普段は毎日 自分で勉強したりと近所の塾に通わせていただいててそこで勉強させてもらってるっていう感じです近所の塾っていうのはなんか普通の個別塾とかあ普通の塾です、ねはい、あっそ集団塾ですかあっそうなあ個別指導で、はい、そこは東大とか出してる塾とかですかいやそうではないですね普通の補習塾型の個別指導塾って感じですかあ普通のというか、一だけ。 あなるほど補ってもらってるっていう感じで学校で授業がない科目をなるほどじゃあ基本は学校と自分でそうですね参考書とでまあちょっとその塾っていう形でちなみに高校からは東大何人受かるんですか毎年3年に1人ぐらいですね中高一貫で偏差値43<ー>中学校の時は偏差値43で高校になったら外部生とか合わさってちょっと上がってって感じなんですけどまあ普通に考えてそれ受かったら奇跡だよね ああまあそうでも自分ならいけると思ってるんでへえでいや今まで一回も頑張ってきてからあの成績が下がったことがないから、うん、そこはやっぱり自信持ってるし自分の勉強法もそれなりには確立してるからまあ高い壁ではあると思うんですけど、まあ、自分のメンタルとしては受かる気でいます俺ははそうは思わないんだよねもちろんねメンタルってすごい大事だしああその突拍子もない奇跡を起こす生徒って 絶対いるんですよねやっぱり俺ら長くも何百人も生徒見てるからいるんだけどやっぱりその与えられた中高6年間ののの環境ってものすごい大事なのねやっぱりその周りに東大に受かる人がいるいないあるいは先輩にいるいないそういう環境にいない人っていうのは本当の東大の、まあ、難しさっていうのがなかなか分かってない場合が多い。だから結局 こんなこと言っちゃすっごい、まあ元も子もないかもしれないけど、もう中学受験の時点で、俺は半分勝負決まっちゃってるなって思うんだよね。だって3年に1人しか実際受かってないんだから、3年間で同じ考えの人ってたくさんいたと思うんだよね。東大行って一発逆転したいとか、京大行きたいって人いたと思うんだけど、はい、やっぱり志半ば諦めてる人もいるわけだよね。はい、だから、俺らって、やっぱりね、感情論で受験指導しちゃいけないんで、確率論。 統計に基づいて指導するんだわ。<あ>そう。だから、必ずしも、俺は絶対受かりますって言ってる奴が、全員が俺受かった覚えはないのね。もちろん受かったやつもいるけれども、半分は切るかなっていう感じだよね。だからそこのところを、まあ、もっと今日アピールしまくって、はい、まこいつ奇跡を起こすなって思わせなきゃいけないね、今日はね。だからそれを今日、この5人の前で頑張ったらいいと思うんだよね、これから。 うん、ありがとうございます東大合格への自信をアピールする志願者解説をそう自身の夢を語り猛攻を仕掛けるがトラたちに動きはない一体どうなる今どれぐらい勉強してるんですか土日だとまあ10時間ぐらい平日だと、まあ、学校から帰ってきて、まあ、4時間からまあ5時間ぐらいです。平日がちょっと ま少なくないですか。休日も足りないね。あ,あ、ああ何時間寝てるの？と八時間ぐらい寝てます。なんで八時間も寝ちゃうの？うん、天才なのもしかして？違うんですけど、まあ、集中力がまあ、持つ最大限の時間っていうのを考えて、でそれでしっかり睡眠もとって、もう一回体力回復させて、で,できるだけやろうっていうのが。 まあ、僕の考えではあるので。二十四引く、十引く、八はいくつですか。あ、六です。はい、その六時間。何やってんの。座禅。<laughs> 他の生活の時間とかです、ね。基本的には。まあ、これちょっとエース、こ中心ですよね。こう書いてあるの。あそう 他のやつ、まあ日本史がちょっと書いてありましたけど、他の教科がどうなってるのかがちょっとまだわかんない感じですね、これだけだと。まあでも主要科目は結構頑張ってるなという印象ですかね。今その英数国社会って勉強はどんぐらい進んでるんですかえっと、社会は地理が学校では取れないので、その塾で教え、週一回教えてもらってて、今は統計、あ、系統地理が終わったところで、まあ、 今年終わるまでに、試子終わらせて、もう演習入ろうかなと思ってて、で、日本史は、もう通史はもう入れたんで、まあ、あとはもう一回通史復習しながら、演習しようかなという考えです。過去問は解いたことありますか、東大の二次試験の。あ、本番レベル模試みたいなのは受けたことはあります。過去問はありますかあ過去問はまだないです。過去問を解かないと、本当の自分の実力ってやっぱからなくて。 例えば、高2で偏差値が70あっても、実際過去問を解くと全然取れないとか、まあ、共通テストは解けるかもしれないけどってのあるんで、あそこは一度早めに、まあ、あの、1年後ですよね。もう、今すぐでも解いた方がいいと思うので、まずそこでしっかり自分の今の現状と落差を知った方がいいかなとは思いますね。ちょっと話し取れちゃうんですけど、なんで分散に行きたいんですか東京大学に行きたくて、まあ、それを考えたときに、自分の実力と、 まあ一番、まあ差が小さいって言ったら、まあ変な言い方になるんですけど、まあ棒にも橋にもかかりそうなところが、まあ文化三類だったから、まあ文化三類を志望させていただいて。その先で、例えば文科省に行きたいとか、文部科学大臣になりたいってことを考えたら、はい、多分工学部行った方がいいですよね。なので文一の方が。あ文部科学省大臣は国会議員になってからなるんで、文化三類でも。 無理はないいかなというかあなとうるほど別に文科省に行きたいわけじゃないっう,、ね、うことですねは、はい、でも政治家に乗れてるなら別に東大行かなくてもいいんじゃないかなって思っちゃうんですけどいや教育関係に携わりたいんでやっぱり教育のナンバーワンっていう、まあ、世間の認知では東京大学かなと思って、まあ、私は東京大学をまあ志望させていただいて、うん、その文科省に入って何をしたいんですかやっぱり YouTube で皆さん有益な情報を発信してるんですけど まあそこだけではやっぱり多分まだ拾いきれてない層が絶対あるはずで、まあ、動画とか見るっていうそもそも環境には、環境にない人もいると思うから、市区町村ごとに、まあ寺小屋のようなものを開いて、まあどうしても勉強がわからない子に対して、まあ大人が丁寧に一問一問教えるっていうことで、まあ比較的差が埋め、学力の差が埋めれるのではないかなと思っています。要はその一人一人の 現状に合わせた教育サービスになってないってことですね。あ、そうですね。はい。それを公教育でやりたいっていうあ。そうですね。国家が主導でやってるのがあまり僕の目には入らないので、まあ塾の人とかだったらすごい有益な情報とか発信していただいてるんですけど、やっぱ国として僕はやっていきたいから、それを目指してます。それってやっぱりで、ね、お金かかるんですよ。まあそのね、YouTube 上でやったとしてもお金かかると思うんですけど、それぞれの市町村って、 すごいですね。かなり大変だと思いますけど。まあでも、要は、一人一人の子供に合わせた最適な、その、教育、サービスというのを提供してあげたい、国としてやっていきたいと。あ、そうですね。別に、テレコヤが絶対ってわけじゃないってことあ、そうです。別<に>学校の授業だったら、やっぱり、なんか標準的なレベルに合わせないといけなくて、うんうん、どうしても下にあぶれ出してしまう人がいるんですけど。うんうん、まあ上も下もある、ね、あ、上も下もそうですけど。そういう人たちって、やっぱり個別に悩みを抱えてるから、そこを対応できる。うん 期間になななるのではないかなと僕は考えてます、まあ、僕はあの、すごくそこは共感するんで、その思いにまず、これだけ。ええ松原さんから10万円出ました。これって、その教育の是正って今求められてるんですかきっと求められてると思います。なんでですかま、例えば、えっと、今僕が考えてるのはな、あの、国でやってるのは奨学金とか、そのゴールの後の制度が、 まあ非常に多いんですけど、やっぱり大学に行き、行って、まあ教育学びたいっていう人も、途中の過程でのサポートがあんまりないから、目指してなかったりすることが結構あるか、あると思うから、まあ僕はそこ行きたい人が、あ受けたい、受けた教育をみんなが受けれるようにしたいなと思います。ちょっとあの話戻っちゃうんですけど、はい、まあその公教育で、まあその地域のその教育格差をまあ是正したいってことなんですけど、 例えば、あの、まあ、僕が所属して武田塾っていうのは今全国に350校舎あって、その地域の人が、あの、無料で、まあ、相談に来れるような窓口を設けていて、で、あの、YouTube でも情報を発信して、で、僕自身も田舎にいて全然情報がなかったんで、そういった情報をまあ取りに、まあ、片道2時間ぐらいかけて、その、まあ、塾に通ってたわけなんですけど、まあ、なんかそういうのをなんか、あいつその国でやるっていうのは、なんかその国にこだわる必要があるのかなって、他にもいろんな、その、まあ、 なんですかね、機会があるんじゃないかなって、他の方法があるんじゃないかなと思うんですけど、そこはいかがですかメディアで発信できるのは、結構ある程度方法論とかに結構限ってて、結局わからない人は、もう、ここ、どこどこのここがわからないとか、この計算の仕方がわからない。 とかそういう感じの人が多分多いと思うから、その一人一人に寄り添って、あここの問題はこういう解放の仕方があるよとか、こういう考え方があるよっていうのを教えれるっていうのではないんじゃないかなと思っています。でも逆に手取り足取り教えすぎて、その人の主体性を奪ってしまうっていうリスクとかは考えたことありますか？そこ,こはまだ考えれてなかったです。ティーチングとコーチングでよく聞く話で、あのティーチングでま勉強を教えることですよね。でこれはま人が教えてもいいし。 もう今 AI で自動で教えていくようなその、その人の学力に合わせた、あの、情報セレクト、講義をセレクトして、こうね、提案することができると思うんですけど、やっぱりその、それやりすぎると、その人のやっぱ主体性を奪ってしまって、もう一個のこうコーチングっていうのがやっぱ、僕は結構必要、必要だなと思うんですよね。で、山尾先生がおっしゃったように、その、自分が今、ね、こういう現状で、で、上の大学を目指したいと。その時に、主体性がある人であれば、自分の情報を求めて、 あの、うまくこう、自分でその合格のルートを作っていける状況では今現状あるじゃないですか。ああそこと、その奥田さんのやられたいこととのこう違いってなんか思いつきます。僕が考えてたのは、えっと、そこで教わった人たちが、また新しくそこの指導者になるっていう感じで、まあ、育成も含めた意味でやっていったら、もう代々続くような期間にな,なって、 まあ反映するのかなとは思っています。やっぱりそうやって教育の先人を国のトップに立ってやっていこうと思ったら、まあある程度信頼はいるわけで、その学歴が欲しいとか、その頭いいっていう称号が全く欲しいわけじゃなくて、まあ信頼を得るためにそこを目指しているっていう感じです。やっぱなんか甘えがあって、その勉強時間とかも、 まあ頑張ってる方だと思いますよ、ね、中的には。ただ、多分、東大受験生でこう受かっていくこの平均とかと比べれば、多分勉強時間少ないし、例えば、新年を得たくて将来、将来、その、勉、教育とか受験の業界に入りたいんだったら、まあ、文系、理系は自分で選んだとしても、それは文1か理算いけよって僕は思うんですよ。そこまで思うなら。ただ、まあ理、文系で。 あの理,理系ではないから理算いけないんだったらせめて分一行こうよって個人的には感じますね。まあ俺もその東大まあ分散ね今は入りたいまあその東大に入りたいっていう意味で入りやすい分散を選択してるのかもしれないけど、まあ、最終的に全然文部科学大臣とかなんないんじゃないかなと思うよね。うん。まあ、慣れない。途中で心がま折れるなりもっとやっぱり高みを目指していかないと自分より上なんていくらでもいるからね。だから分散に入ったらまあ 俺の友達分散行ったやつもいっぱいいるけど、やっぱりそれはね、あの、肩身狭いっすよ。文献、東大文系の中で。申し訳ないけど。だって、誰もが分散が一番合格点が低いって分かってるんだから。東大かもしれない。それは東大の外の人から見たら東大すごいね。俺だって、じゃあ例えばね、将来会った時に、どこ大ですか東大です。あ、東大なんですかすごいですね。ちなみにどこ入ったんですか分散です。分散か。 って俺は思うよ。ちなみに。うん。全然思うね。今は分一と分二ね、どっちが難しいかって、まあ本当に毎年変わっちゃうから何とも言えないんだけれども、やっぱり分一分二と分散の差はあると思うし、当たり前だけど理散と離一離二の差は歴然としてるよね。だから当たり前だけど、東大内で見たら分散っていうのはそんなにインパクトは全くないと思う。だからどうせ目指すんだったら俺はここでバンって分一目指しますって言った方が、 全然いいと思うし、分一目指しとかないと分散なんか受かんないよ、正直。分散行くって言ってるやつはね、大体総計の下の方だよ。だからあの、その話を聞いて、まあ僕も細井さんの考えは、あの、すごく同意します。で、その上で、あの、例えば今話を聞いて、奥田さんがどうされたいかですよね。そういうのがやっぱ分散を目指すのか、否か。なんか、そこで別に変えたからといって、 別に不利になることはないと思うんですけど逆にそれでもやっぱ分散にこだわりたいのかやっぱじゃあそういう話を聞いて分一目指していきますってなるのかそれは今率直にどう思いますなんか今の話を聞いて、まあ、できるだけ高みを目指すっていう面で、まあ、細井さんのアドバイスを取り入れてもう本当にここで分一って宣言したらもう間違いなく、まあ、自分にかかってくる負担も少なからず重くなってくると思うんですけど、まあ、それを逆に自分の力に変えてやっていければら いいかなと思うんでブインチを今から目指します10万出します <laughs> はい細井先生から10万出ましたんで、えー、現在20万ですその心はかっこいいですよね,ねやっぱね <laughs>、はい、いいっすよねやっぱなんていうんですか最後はね男気っていうか心意気なんですよねやっぱりやったるぜっていう気持ちがあるやつは俺は成功すると思うしやっぱりねそこにこうなんていうんですか迷いとか あとね、打算とかこれでこうやって分散うまく受かってみたいなねそういうねちまっこいこと考えてるやつはね全然無理だね目指すは文化一類タイガーファンディングの最中、より大きな目標を掲げた志願者その心意気にドラゴン細井が札束を積む流れは志願者のペースか なんかその最初入ってきた時に正直に言うとオーラが全然感じられなくてそのこのまま行ってもうそもそも国を変えられるのかまそもそも東大を受かるのかっていうところをすごい自分は心配してて奥田さんから全然このそういった覇気を感じられなかったんだけどなんかそういうところをなんかこ,のこれぐらい情熱持ってやっていきたいですとかそういうい表示ありますか,なんか今まで自分の経験なんですけど まあ、小学校、中学校とサッカーしてきて、中学校の時は、まあ、総体っていう最後の大会で、まあ、近畿大会の決勝で、まあ、得点を決めさせていただいて、全国大会まで、その時は行かせていただいたんですけど、まあ、その時に全国大会に出て、1回戦で、まあ、ボロ巻きしたんですけど、まあ、その時になんか他のところで一番の景色を見たいって思ったんで、東京大学に対する思い入れは、人一倍強いと思ってますし、 絶対行く気ではいます。じゃあ。はい。はい、山口先生からも10万円出ました。あと一つ気になっていることがあります。はい、あの、まあ、僕は、あの、睡眠時間は必要十分とっていいと思ってはいるんだけども、はい、やっぱりその勉強時間をやっぱり増やすことが、やっぱり絶対必要じゃないですか。はい。だから、例えば、6時間寝て、もうそんなにその成果が、まあ、勉強時間、あの、勉強の就職が下がらなければ、6時間にするとか、やっぱり、 えー、7時間必要だとかそういうそのトライアルをあのされた方がいいと思うんですけどそういうことって今ままでやってきたことあります、ね、結構自分の中で試行錯誤して今まで,で部活やりながらも勉強してた時もあったんで、うん、まあ自分の中で結構考えながらできるだけまあ効率化できるようにしてたんですけど物量がいかんせん足りてなかったんでここで新しく勉強時間も更新させていけるのではないかなと思ってますこの話を聞いて。 なんか端的に平日だったら1日10時間休みの日だったら15時間ぐらいできそうですか？できると思います。やっぱそこでその今までやってないわけじゃん。何やってんの？他の時間？その生活って言ってるけれども、まあ、俺はさっきね。その松原社長もおっしゃった通り、生活と勉強を一体化させることっていうのが何よりも大事だと思うんだよね。つまりまあ、食べながら歩きながら風呂入りながら。 うんちしながら、すべてにおいて勉強を組み込む。これしか、人が、人に勝つ方法はないんだよね。人がやってない時間って、みんな24時間、平等なのよ。で、8時間寝なきゃいけない人は寝なきゃいけないんですよ。だって結局、6時間にしたところで、その2時間分の、このデフォルトがね、どんどん積み重なっていって、どっかで破綻するわけだよね。それは効率が悪いわけだから、寝る時間は、さっき松原さんも言った通り、確保していいんですよ。 だけどもじゃあ、10時間しか勉強しない、残り6時間なんなのって話になるわけでしょそこをどう使うかで、ぶっちゃけ、分散も分一も全然変わってくると思うよ。だって6時間あんだよ、6時間。ああどんだけやんって感じでしょだから、改正からね、分一行くのはそれは素晴らしいですけど、それは普通。ああけれども偏差値43の中学校から、中高1貫校 1> から、分一行ったら、<あ>ね、やっぱいいじゃないですか。だからそれをやり遂げるためには、 今言った通り、俺ら。例えばまあ、小橋おもそうだし、改正だよね。俺も渋幕。優秀な中高の人たちが何やってるのかっていうのを知らなきゃいけないよね。要は、俺らは別にそれを当たり前だと思ってやってる部分があるんだよね。全員とは言わないけれども、要は、みんなよりもその苦労の行き地っていうのがすごい低いわけ。別に、例えば自分からしたら、それやばくねって思うことを俺らは別に平然とやるのよ。なんでかっていうと、周りがみんなやってるから。 そういう環境で6年間過ごしてるからそれが別に苦でもないしみんなやってるから普通なんじゃないの一日13時間4時間勉強すんの普通じゃねっていう感覚になるわけ今10時間で頑張ってると思ってるかもしれないけどまずその感覚をね変えるっていうのはすごい大事で,でまあ受験ですからねの絶対まあ絶対受かるって意思はあるんだと思うんですけどそれがね本当に達成されるかはまあ本当に分からないってところはあると思うんですけどそういった中でその僕らがじゃあお金をこう出したとして ちなみにに僕らには何をしてくれるるとかかあるんですかこの資料に書いてるんですけど、えっと、2枚目の資料見て頂い,いたら書いてるんですけどまあおののやっぱ僕ができることって一人一人によって違うと思ってまああくまでも一例としてまあ自分なりに考えてきたっていうきたものなんですけど、まあ、例えば山火社長に投資していただいた場合はまあ大学大学大学中は。 武田塾のアルバイトとかで働かせていただく。森田社長に投資していただいた場合は、まあなんか、YouTube とかでも非常にお忙しそうなので、編集とか、雑用係で手伝していただく。<laughs> 編集って雑用じゃないから <laughs>。 めちゃくちゃ大事。めちゃくちゃ大事。他人側の人には分からないでしょ <laughs>。それは編集とか雑用って言ったんですね。編集を雑用っ言って一応言っちゃダメでしょ。かわいそう、今の、今のわけ <laughs> です。細井社長に投資していただいた場合は、動画とかで文系の科目についての説明をさせていただいたり、文系科目などをアルバイトであの、細井さんが経営している塾で教えさせていただけたらな。 というのを思っています。で、小林社長から投資していただいた場合、YouTube でもちょっと拝見させていただいてると、インターンとかの制度を取り入れてますので、まあ僕もそちらで小林社長が良ければ働かせていただきたいなという考えで、で松原社長に投資していただいた場合、YouTube 予備校とかを結構拝見させていただいたんですけど、あの、実践的な講義とかがまだあんまりなかったので、そういうところ、 <laughs> 僕させていただいたら。あくまで一例なんで、<laughs> なんか他こういうことしてくれたら。<laughs> いやいや、講義ってできるんですかそんな。インターンって言っても、ね、あのー、ね、<laughs> すごい選んでますからね。あの、ただただ作詞してるわけではないので。今回の企画の趣旨としては、困っている受験生を助けるっていうことだったんで、僕がもし、 文部科学省大臣になったら、国レベルでそれができるっていうことになるから、もっと多くの人が、まあ、助けれるんじゃないかなと思って、まあ、そう、返しになってるかは分からないですけど、教育の普及っていう観点においては、お,お返しをできるのではないかなと思ってます。奥田さんを救えば、毎年100万人の受験生を救えると。あ、そうですね。はい。もっと多くの人が、多くの規模で救える。 国単位として動くから。奥田さんが文科省大臣になるとき、俺ら生きてるか分からんからね。うん、ああ <laughs> まず岩井社長はもういらっしゃらない。<laughs> いや当然そうですね。はい、なので要はそれは非常にアバウトすぎるというか、まあそれはねあのそうの思いは伝わってきますけれども、そうじゃないよね。やっぱり当たり前だけど実現可能かつその僕らが想像可能な。 リターンっていうのを提示しないといけなくて、そんなんね。文科省大臣俺なったから、あのー、日本の教育が救えるなんて全く思わないですよ。だって。結局予算を組むのはね。あなた一人で組むわけじゃないんだから、そのあなたのその申し出が国会で通るか通るんですか？むしろその文科省大臣なんてそんな権力あるんですか？で、ね、ないですよね。むしろ官僚の方があるんじゃないですか？って思っちゃうんですよね。だから別に大臣になったからなんでそんなね。いきなり。 例えばオンラインでもいいけれども国がいきなり塾立ち上げて、まあ、クラウド上で全,員全国の生徒のお悩み相談しますみたいなそんなサービスできると思う、まあ、?50 年後でもいいけれども。実現可能性的には結構低いかなとは思うんですけど、うん、まあ僕の思いとしてはできるだけまあ同じような境遇であったりさらにひどい境遇の人をまあ救いたいなと思ってるんで、まあ、今ちょっとこの場で思いついた内容としては。 まあできるだけ、まあ多くの受験生の手助けになるように、まあ大学に在学したら、まあ僕の力で足りてるのかどうかわからないんですけど、その投資していただいた社長さんの YouTube チャンネルなりなんなりで、まあ僕が無償に講義動画とか提供させていただけたらっていうのは、ちょっと今思いついた感じです。今、えっと 独学で勉強、基本、その参考書を自分で選んでやってらっしゃるあ。そうですね。塾と参考書、まあ、ハイブリッドではないですけ。けど。で、まあ、塾側がカリキュラム作ってくれるわけではない。あ、それはないですね。だから、自分で、奥田さんが作ったカリキュラム勉強して分からないところを塾が教えてくれると。はいはい、参考書はどうやってセレクトしてるんですか参考書は、それこそ武田塾チャンネルをまあ参考にさせていただいたり、あの、小場所さんの比較動画みたいなのも参考にさせていただきながら、 まあ自分でいいなって思ったのを書店まで見に行って何卒か比較してから手に取るようにはしたの。やっぱりそこにこう画期的なねやっぱり大学入ってからまあ俺はこういうことをまず大学でやりたいっていうものがないと僕らは見えないさっきも言った通りね文科省大臣になってからじゃいやなる確率の方が低いやろって普通思うよねだから東大に入るぐらい前だったら俺らでも終えるしまあ実際ね あの入る確率っていいううのははゼロではないと思う先ほどの成績見る限りは全くゼロではないと思うんだけども大学12年で投資した社長に何か返さなきゃあかんと思うよ当たり前だけど<う>ね、うん。やっぱりのの、うん、具体的な絵が全然出てこないのでまだそこが浮かばないとちょっとっこう動かないですね手がね今のところそのぼんやりしたものしかやっぱまだ見えてない感じですね <laughs> で正直さまあ 小橋のチャンネルだって。7万8万いて、うちも4万いてで森鉄のとこなんてね。10何万いてってね。みんなある程度まあ、武田塾もそうですし、あの youtube よくもそうだけど、もういるわけですよね。チャンネル登録者数がだから別にね。こんな78万払わんでもね。誰でも無料で出てくれるんだよね。別に同じような境遇の地方から一発東大現役合格しました。 俺も YouTube チャンネルやりたいんで出させてくださいっていう話死ぬほど来るのねむしろ断ってるぐらいだよねああもうそういうやつ切れないからだから YouTube で宣伝したいんですけどっていう人はいくらでも来るわけですよだ俺だって俺なんて別に一銭も金払ってないよじゃあなんで78万払って YouTube 出てあげますって言われなきゃいけないのって思うよねだって出たい人はいくらでもいるの小林のチャンネルなんてね出たい人多分いくらでもいるだろうしこれから YouTube やっていきたいって思ってるんだったらねまあ 当たり前く森哲先生だって、いろんな YouTuber とコラボして、あれだって別にね、お金が発生してるわけじゃないけど、やっぱりね、そのもうお互い何万何万持ってたって、そうやってコラボするわけじゃないですか。それをいきなりね、たまたまただ普通の地方から東大合格した子が出たところで、別に俺らのチャンネル的にうまみはない。ましてやそこに金を払う意義はもっとない。あ、そこは無償でやらせていただきたいな。いや、だからもともと金払わないって。あ,あそう。だからもともとタダでできるものになんで、 この78万を払って出ますよって言われなきゃいけないのかが俺には理解ができない出る人なんていくらでもいるちなみに募集すりゃもう10人でも20人でも来るよツイッターとかで募集すれば78万家賃補填してあげて YouTube で勉強法を語りますっていやいやいいいいみたいな全然森鉄来てくれるしみたいなそっちの方がクオリティ高い英語の話できるじゃないですか小場所出てくれるしね全然実地的な話できるじゃないですか で実際ツイッターで「地方の学生さん YouTube 出ませんか?」って言ったら「出たいです」って人全然来ます。もっといいメリットを出さないと金出してもらえないんじゃないのんやっぱその「お礼」っていうのもまあ結構適当だなっていうのは、はい、まあここに書かれてるこれを見てもわかるわけですね。あのもう書き方がめちゃくちゃですよね。うん 点っっっててて書いてあったら ETC ETC トトで点がついて2って書いて次は ETC3 って書いてて次は ETC4 ドットって書いてあったりとかやっぱこの書き方でまあだから漢字にしなきゃいけないものがひらがなだったり漢字が間違ってたりとかそういうのを見ててやっぱ信頼をねこう持てないっていうのがやっぱちょっとあるんですね。 なかなかフォントもなんでこんなフォントなのとかです、ね、こ,れはこれはちょっとなんかワードの使い方が分からなくて <laughs> 最初は事前に松原さんにお電話いただいた時に親にやってもらっていいよっていうあああの電話を受けたんで親にやってもらったっていうやっぱりこれは企画書とかをこう、ね、見せる時っていうのはすごいこう見やすくしたりとかするのってかなり重要なので、うん、こういうちょっとやっつけ感がどうしてもやっぱりこれ出てしまってるっていうのがあるんですね。ああ なんか自分もさっきまあ熱意でまあ出したところあるんですけどその今まあリターンの話になっててじゃあこれぐらい無償で働きますとかそのまあそのリターンでそのこっちの虎を動かすっていうのもありだと思うんだけどそのまあやっぱり自分のそやりたいことが将来その教育をまあ変えたいっていうところでそこでなんかこの今この5人を動かせなければ将来じゃあそのプランを実行できるかっていうとまあ正直その気がしなくてで自分はさっきそれを確認したくてその奥田さんに。 それを聞いて、まあ、自分はまあ1対1で今さっきちょっと話す1対1みたいに話せたから、まあ、その熱意をちょっと感じてまあ出したんだけどそういうところ、ねまあ、そういう細かいところがこういうレジュメ出いいるのかもししれないしまあこういう、ね、レジュメを17歳に、ね、完璧に作れっていうのはちょっとね、まあ、やっぱりなかなか難しい自分が17歳の時できたかと思うとちょっと難しいかなとは思うんだけども、えっと、あなたにできることが一つだけあってあの文科省の大臣になりたいんでしょ。はい、でそこまでのルート、まあ、要は 大学入学からそこに一直線に向かっていきたいってさっき言ったわけじゃないですか。はい、じゃあ大学在学中にそのルートにプラスになるためにできることがあるはずですよね。ボケって4年間過ごすわけじゃないでしょ。ただ東大卒業したら文科省大臣に近づいてるんですか近づいちゃうね。違いますよね。はい、それが、を言わなきゃダメなんじゃないですか。文科省大臣になるっていうと、なる段階には、おそらく主催の岩井社長がもういないんですよ。全く。<laughs> <laughs> おそらく。 くどいね、この人。<laughs> それに僕らもいないかもしれないんですよ、本当に。だってもう年の差が15以上あるわけでしょだから、そうなると本当にそれがあり得るわけですよね。だから、イメージがつかないってさっき言ったんですよ。けども大学だったら終えるよって言ったよね。はい。だから、つまり国会議員になるために、大学4年間で何をするべきかっていうのを明確にここで発表しない限り、この話は通らないと思うよ。絶対にやるべきことがある。 例えば、まあ、僕らのね、まあ、小橋さんも友達ですけど海外だっけ論文 YouTuber の笹ああ谷さんそう佐谷さんとかは東大卒業してだっけ卒業してだよね。してしてるしてる。して,るしてで、まあ、区議会議員になろうとね、まあ、その立候補していたけれども要は例えば区議会議員になってとか市議会議員になってそこから国会議員になってでそこから大臣になっていくわけですよね普通のルートとしては。そうやって要はまあ 民主主義ですからね。要はみんなから選ばれる人材になっていかなきゃいけないわけですよ。そのために僕は大学4年間でこういうことをしようと思います。っていうことを、まあ、例えば何でもいいですよ。YouTube 始めるでもいいですよ。文科省大臣になるチャンネル。その、じゃあ、なるまでの過程の、自分がそれになるまでの過程の、それに向けての勉強なりの動画を出させていただくっていう形。自身の目標を語り続ける受験生。しかし、 どれだけ大きな夢であっても虎の心に響かなければ意味がない最終決断の時は刻々と近づいている大臣って国会議員がねなりますよねってことは支持者ファンが必要なわけでだからそのまあ、まずその兵庫の地場でまあそういうそのね、えー 支持者を集めていく作業、あの、ね、活動していく必要もあるだろうし、あとはその、今この時代ね、SNS の時代だから、あの、その、奥田さんが、まあ今の状態から東大に入っていくところのストーリーも、まあ面白いと思うし、そこから先に、まあ、その、とりあえず目標はもう文科省大臣と。で、そのプロセスでどうやってこう自分が頑張っているのかっていうのをどんどん見せていって、例えば大,大学在学中に10万人目指しますとか、わかんないですけどね、5万人か。 でそれであのそこに例えば僕はもうゲットするんであのそこを見てくださいとかそういうのは例えばどうですか気持ちとしては僕としては本当にもにできるだけ多くの学生を作りたいっていう思い一心で、まあ、今も勉強してるし、まあ、だからまあこんなんでいいんか分からないですけど、まあ、自分の YouTube チャンネルを立ち上げてできるだけ まあ多くの学生を助けたっていうか、の手助けになったっていう実績を持った上で、国会議員になって、後には文部科学省大臣になるっていう形。さあ,あの、かなりもう時間も経っていますので、何かこれ以上に、えっ、ー、と、奥田さんに質問になる方がいらっしゃいましたら、表明ください僕はそのね、思いを共感していまして、うん、僕は逆に国,国とか、国の政策とか、そういうもので変わらないなって、僕自身なんか。 思っちゃってるんですね。だから、まあ、我々私塾として、その工芸区の、まあ、ある意味至らない部分を補えたらなって、まあ、ちょっと恐縮なんですけど、思ってるんですね。だから、奥田さんがやりたいことっていうのはすごくいいと思ってまして、それが、その、えー、文部科学大臣になって実現することで本当にできるのか、それとも、それ以外の道もあるような気も。 したんですね、そこってその、どまあ、手段の違いだと思うんですよ。その大臣になるとか、それ以外の方法って。でも、岡田さんとしては、その手段に、要は文,文部科学大臣になることにこだわっておられるのか、自分が、えー、果たしたいこう、作りたい世界を作ることにこう重視しているのか、それはどちらですか、率直に。僕は国として 教育の水準を上げたいっていう思いの一心でやってて、塾とかだと、まあ、すごい、いろいろ有益な情報とか、まあ、有益な講義とか、いっぱいあるけど、じゃあ、国として、じゃあ、例えば学校だけで絶対目指してるとこに行けるのかって言ったら、まずそうじゃないと思うし、まあ、それはやっぱり受験っていう、受験勉強っていうのと、少し乖離してる部分も、やっぱりあるっていうのは否めないから、 そういうところの溝を,溝を僕は見ていきたいなと思って、国の教育の一番上に立ちたいっていう思いで、文部大臣になりたいなと思っています。はい、えー。では最後に奥田さん、えっ、ー、と、まだ言い足りないことがあれば、ぜひ、えっ、ー、と、社長たちに短い言葉でお伝えください。まあ、この場を借りて、まあ、発表させていただいて、まあ、至らない点とか、もういっぱいあったんですけど、 まあすごい的確なアドバイスとかいただけたんで、まあ、これを、まあ、今回オールになったとしてもナッシングになったとしても、まあ、自分のこれからの夢とか目標に向かって生かせるんじゃないかなと思ってますありがとうございますはいでは最終決断に入ってまいりますはいえー、細井先生お願いしますそうですねまあうん出せて20万枚かな どうぞまああのビジョンが大きいのはすごいいいと思うんですねそのやっぱり若いっていうのもありますからけれどもこの場においてはやはり僕らがイメージできるビジョンつまり短期的な目標っていうのを前面に押し出した方が戦略的には良かったんじゃないかなと思います。なのでまあその戦略ミス、まあ、ここでね17歳の子に修正しろっていうのは難しいのでまあ頑張ったご褒美に 20万円です。ありがとうございます。はい。えー、っと、冒頭で僕が言うのを忘れてしまってますが、えー、っと、今回仮に、えー、っと、希望金額まで達したとして、えー、志願者3人出てきますので、この3人の中で、皆さんの話し合いの中で、一番いいと思った方に最終的に、えー、現実的なお金が渡るということだけ、先に申し上げておきますね。なんで一旦仮にですけども、オールになったとして、えー、その後がまだあるっていうことは、あの、ご理解ください。 では、小林さん。すいません。今回はナッシングで。はい。はい。まあ、目標もすごく高いですし、東大に受かる可能性もあるかなと僕は感じたんですけど、やっぱり文部科学大臣になるっていうことをされるよりも、まあ、細井さんと同じなんですが、やっぱりこの例えば先、4年間、5年間とかで、こういうふうに僕は頑張ります。で、僕個人的には別にリターンとか別にどうでもいいんですけど、いや、5年間マジでこういうこと成し遂げるんでっていうのを言っていただいた方が嬉しかったし、僕らは、その、 まあ、足名古屋さんじゃないって話も出ましたけど、ぶっちゃけ支援でお金を出しに来てるんで、もう僕は僕なんでという方が僕は嬉しかったか、僕個人は嬉しかったなと、周りに言われて、じゃあこうします、じゃあこうしますじゃなくて、いや、俺はもうこれでいくんで、絶対受かるんで出してくださいの方が嬉しかったなって思いました。はい、終かりました。頑張ってください。はい、はいえー、山辺先生。はい。えー、追加で、ねはい、あのー、竹、まあ、田塾の代表の塾長の林が、まあ、あの総理大臣になって、国を変えたいと。 言ってるビジョンが実はすごい一致してて、あのそこに関してえっとまあ個人的に私もその思いを林を応援したいなと思いで働いてますし、まあ、そういう同じ思いを持った人が増えてくるのは僕は嬉しいと思うんで、ぜひそこはあの、えー、出したいと思います。ただその方法がまだ全然決まってないので、そこをしっかり決めて、えー、自分の目標に向かって頑張ってほしいなと思います。というわけで追加で。はい。えー、っと現時点で50万円まで積み上がっております。 はい、では、えー、森田先生森田先生僕は「ナッ t h i ですねはい、はい、やっぱりまあ先ほど言ってた小林さんと同じですねそのブレてしまうっていうのがやっぱ一番気になったところですねもうすぐに変えちゃう言ってることっていうのがやっぱりそれは本当に筋通して言ってもらった方が信用できる信頼できるっていう感じだったと思いますねじゃあ最後に松村さんお願いしますはいあの奥田さんの状況とか思いっていうところで えー、こういう社会を作りたいっていうところは僕もすごく共感してて、ただその具体的な方法はまだ、うん、経験不足もあるし、まあ実際東大を受かってからじゃないと分からないところもあると思うんですよね。僕もまあ高校時代総理大臣になるって言って、まあ結局なってませんけど、それなりに、あの、自分なりに今、頑張るという人生を送れて、すごく満足しているし、もともと頑張ろうと、おまた奥田さんにと思えたので、応援の気持ちも込めて、 はいということでえっ、ー、といったんですねあの今申し上げたようにえー、まあ決勝戦に残るという言い方をしてしまいましたけどもえー、積み上がりましたのでこれでねえっ、ー、と待機をしていただく形で奥田さんよろしいですかはいすみませんありがとうございましたありがとうございます。終盤戦虎たちが札束を動かし見事ファンディング希望額に到達 東大進学のためそして文部科学大臣という夢への軍資金を獲得できるか戦いは続く受験生版タイヤーファンディング志願者募集中交通費支もあるよ詳しくは概要欄から。